どうも、西野正樹で、西野正樹と申します。本日はですね、釣りともう一個の趣味であります、キャンプに来ております。今ですね、キャンプの道具、一番大事なテントですね、テントを組み立てるための骨組みを今作っております。僕が持っているテントはコールマンのハーフワイドドームというでっかいテントになっておりますよ。それでは、買っていきたいと思います。ということでね、拠点完成というわけで、早速、こだわり酒場レモンサワーをいただきたいと思います。やめられませんな、これは。なんか2つになってるんですけど、こちらがエアーベッドになっていて、エアーベッドの上に寝袋とエアー枕を置いてます。コールマンのランタンポールにランタン、これはね、こっちのランタンが好きでこればっかり使います。基本的にはこれは、食器とか、等々が入っている感じですかね。おすすめはこの100均で売っているこのミニ台があるんですけど、これはですね、非常に便利です。ちょっと届かない時とか置いてですね、この中にお水を入れてくるので、お皿はですね、こういう再利用可能のお皿をね、使うといいですよ、キャンプの時は。これです、だから。で、これはですね、コールマンのお鍋セットなんですけど、今日は、使う予定はございません。このですね、コールマンのボックスには、調味料と調理器具が入っております。こっちが、よいしょ。調味料ですね。調味料が入ってます。で、こっちが、調理器具と。で、これがですね、コップ。蓋ができて、いいです。で、これが、ガスバーナーの、ガスと。バーナーのよしとセッツ、よいしょ。どうしたね。これはですね、一人コンロ、一人コンロでございます。このネットはですね、洗い物をしてここに入れていくと、要は自然乾燥ができるという便利グッズでございます。以上、道具紹介でした。着火中。
着火。この焚き火台というか、これもコールマンのファイヤーグリルってやつです。エビを焼く。ぼんじりを串に刺して焼き鳥を作っていきます。夜です。虫が寄ってきました。早速夜はね、やっぱりまだ寒いですね。これはタバコの煙なのか雪が白いのか。でもキャンプは夜ですよ。キャンプは夜がいいんですね。いいと思います。それでは、晩酌をしながら焚き火をして夜を楽しみたいと思います。今焚き火をねピンクして徐々に徐々に火がつくのを待っている感じですね。キャンプファイヤー。いいねー。火が怖いです。焚き火と俺。いいねー。自然。火は素晴らしい。なんでだろう、火ってずっと見てられんだよな。火がいいよ、火が。焚き火をしにキャンプ来てるようなもんだからね。だってこれ都内でやってたら放火なんだよ。うちの愛犬エルはぐったりでございます。というわけで次の日の今もお昼です。キャンプ場はねチェックアウトの時間がありますので、それまでに、元よりも綺麗な状態にして帰りたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。